お疲れさんでした。言いたいことがあるけど本当にありがとうございました。いつも皆さんの姿を見てすごいパワーというか元気をもらってました。なんか土日大変だねみたいなこと言われるけど、私は本当に土日やって元気をもらって、でまた平日頑張ってるっていう、そういう生活でした。だからなんかすごいすっかり穴が開いちゃいそうな感じですけど、これからこの熱を類応援の方に持っていきたいなと。もう買ってるから大丈夫。家に実は何枚もあるよ。もう洗い替えで買ってあるから。これも一連じゃない。愛知県豊橋市の PR ユニットとして活動しています。今日はですね、そんな豊橋の特産品を、紹介したいと思うんですけど、これを次の曲に乗せて、メンバーの個性や特技を生かして紹介したいと思います。はい、では早速ですが次の曲いってみましょう。リバースサイド作詞作曲による1曲です。お聴きください。ドゥイジャン。イエーイ。
の方ならもう誰でもね分かるようなことがたくさん詰まってたんですけど、今日行われる炎の祭典を表してたり、来月にですね迫っている豊橋祭りも詰まってましたね、うん、ぜひそちらも遊びに来てください。はい、お願いします。では早速ですけど次の曲行ってみたいと思います。はい、次の曲はシーモネーター、今のシーモさんと一緒に活動したり浜崎あゆみさんや青山テルマさんにも楽曲を提供している DJ タキシストさんによる一曲です。では聴いてください。ラリー、おーやー、いいじゃん、いいじゃん。まあ一回行ってみます。こんなこともあるよね。この間に皆さん水分補給ですよ。水分補給しないと倒れちゃう。そう、あともうちょっと前のスペース空いてるからぜひ近く来てください。そうですよ、ほら昨日まで 90% だったのにね。晴らしたね。どこが 90% だろう。晴れ女たくさんいるグループなのね。確かに。お、また去っちゃった、はい、技術的トラブルはつけようと思ったね。本当に水分補給しっかりしてくださいね。太陽がすごい出てきたんで。お、ちょっとミッフィーから。ではこんなこともあります。今日は本当スペシャルバージョンだと思ってください。ラニーと言いましたが急遽予定変更してあの曲行ってみたいと思います。笑って、イエーイ、おーイエーイ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃんって笑って、時に泣いたって、いいじゃん、いいじゃん。うまくいく
みんなめちゃくちゃ笑ってたと思います。笑ってたと思います。はい、ね、はい、そんな A じゃないかがたくさん詰まった曲を今から披露しますが、なんと次の曲で、最後に、という、言葉をですね、サビの部分で私たちメンバーが叫びます。なので皆さんもコール&レスポンスをお願いします。 V タオル持ってる方いらっしゃいますね。よかったら一緒に、私たちと一緒にタオル回してください。タオル持ってない方、右手の拳を天高く突き上げて一緒に、そう、雨雲を吹き飛ばしましょうということで、皆さん一緒にコール&レスポンスをお願いします。この曲の歌詞の中に豊橋の魅力がたくさん詰まってるんですけど、その中でも持ち投げという風習、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、その持ち投げをですね、曲の中で再現したいと思いますので、ぜひご注目ください。はい、はい、作詞作曲はダパンプのプロデュースやトリプル A などにも楽曲を提供しているあの MCAT さんです。それでは最後の曲いきますよ。はい、一緒に盛り上がっていきましょう。A じゃないかスペシャル。トヨハシグローバルなマイタウン、トヨハシポジティブなナイスタウン、トヨハシグローバルなマイタウン、トヨハシポジティブなナイスタウン、
た。第23回炎の祭典はえじゃないか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 。
にご紹介したいと思います。1つ目は V は D522 と書くのですが、 Do 英語で何々をする、 DD で A じゃないか、合わせていいことをしようという意味と、2つ目は東三河の方言でとってもいいことをドイというのですが、そこからドイドイドイと来てルイになりました。ぜひ覚えてください。では早速次の曲に参りますが、私たちルイがサビの部分で A じゃないかと叫ぶ部分
曜の舞がお疲れお疲れこの三河の地で出ずつけようの報道して13の団体からなる三河伝統手術花火連合会のやつを行われる